はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は筋トレ前に行うストレッチを紹介していきます。一緒に10分頑張りましょう。まず足の裏を合わせて膝をピクピクさせます。筋トレ前のストレッチということで、どういった違いがあるのかというのはですね、動きを速くする動的ストレッチというのがですね、交感神経が働いて、筋トレ前に行うことでより興奮状態ができて、力が出やすくなるというメリットがあります。しっかりね、こうやって静的ストレッチというのは筋肉を緩めてしまいますから、エクササイズの前に行ってしまうとですね、筋力が低下してパフォーマンスが下がりますので、筋トレ前というのはエクササイズとか前に行うのはこういった速い運動をしていきます。休憩時間はですね、15秒自由に動いてください。今度は足を広げて体を左右に振ります。足の幅は自由にしてください。ポイントはゆっくり動かないことです。早く動いてください。少し息が上がる程度ですね。休憩の時は呼吸を少し戻していきましょう。足をパカパカ動きます。動きは速い方がいいです。早く動きを大きくしてください。筋トレ前に行うことでですね、筋トレをする際、筋肉の収縮が速くなりますから、より力を出すことができます。腹筋とももの収縮を早めます。大きく動きます。腹筋に効かすというよりも足を動かすという感じです。ちょっとももが辛いと思います。腹筋と腰と足のストレッチになります。早く動きましょう。今度は手を上下に動かして、二の腕背中のストレッチです。大きく速い方がいいです。しっかり肩甲骨と上腕二頭筋三頭筋を伸ばしてください。動きは大きく速くです。息が上がる程度やってみましょう。息が上がればですね、エネルギーもしっかり使うことができますので、OK です。今度は上にパンチして肩を伸ばしていきます。肩僧帽筋が伸びます。抱えてパンチです。パンチは速くです。手はちょっと後ろに上げる感じです。肩こりの解消にもなります。今度は前に押す感じです。しっかり引いて出します。しっかり引くことで胸のストレッチができます。押すよりも引く方を力入れてください。しっかり肘を引く感じです。しっかり肘引きます。胸、肩甲骨のストレッチになります。今度は肩を回していきます。結構息が上がりますよね。いきましょう。肘で丸を描く感じです。次は立っていきます。あとはもものストレッチです。勢いよくお尻にかかとがぶつかるように前ももを伸ばしていきます。速い方がいいです。今度はしっかりももを上げます。腹筋、腰のストレッチです。ラストです。ももを上げるのが早くです。コンプリート。筋トレ前のストレッチお疲れ様でした。体がだいぶ興奮してると思います。これで今息が上がっている状態、頭が交感神経が作用している状態、この状態で筋トレを始めてください。そうすることでよりパフォーマンスが上がり、力がより瞬発的に出ますので、是非とも筋トレ前この動画を見てもらって行ってもらいたいと思います。そして動的ストレッチのいいところはですね、呼吸が上がるのでエネルギー消費もできます。通常のストレッチは呼吸が乱れないので筋肉を伸ばす、リラックスすることしかできないんですけども、こういった動的ストレッチはですね、息が上がればエネルギー消費がかなり高くなります。歩くよりもダッシュしてる感じになりますので、しっかりね痩せたい方にもおすすめなストレッチでした。最後まで頑張った方、よかったらグッドボタン、コメント、そしてコメントにはですね、日付、日数、行えば丸、そういった感じでコメント欄を勝手に使ってください。自分が記録することによって継続する意欲が湧いたり、頑張ったという自分の記録にもなりますので、そういった風にご自由にコメント欄をお使いください。質問ある方はですね、コメントにどしどし応募ください。チャンネル登録されてない方はですね、これからも効果的なエクササイズ、短い時間で効くエクササイズを載せていきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。今回もご視聴ありがとうございました。